ようか。おはよう、おはよう、おはよう、おはピクミン。シェア助かる。2日目、やっぱ携帯って楽だね。文字が打ちやすい。はい、オッケー。お、ウィーア行きますって。嬉しい、ありがとう。みんなも待ってるよ。今日ね、今配信で見て分かる方もいるかもしれないけど、あのこっちって左だよね。左の目がなんか朝起きてからずっと腫れてて、なんかパンパン。なんか虫刺されたみたいで、分かんない、虫刺されてないんだけど、なんか目尻の方がすごいパンパンで落ち込んでます。お、初見さんもたくさんでありがとうございます。え、伝わる？うん、うん、コンタクトは右。あ、もう朝起きた瞬間左目が開けづらくて、最近なんか目の調子悪いけど、なんか目呪われてる？え、でもね、寝てる間に涙流してたら目尻腫れる。なんか目尻だけなの、本当に本当に目尻だけ腫れてるから。でもちょっと朝のむくみもあって、きっと腫れも倍増してるから、公園までにはちょっとは収まってると思える。だって右もちょっと腫れてるじゃん。で、右はあの多分むくみで、朝の朝のむくみではこれだから、多分今これの倍あるから、こっちまでには行くと思うんだけど。今日は初見さんがいっぱいだね、珍しい時間だからかな。なんか左目がなんかパンパンなんだよね、なんか溢れ出そう。目ん玉が溢れ出そう。なんで目腫れるんだろう。しかも目尻だけなの、変じゃない？痛みかゆみはない。痛みかゆみはないね。でもなんか赤かった。わかんない、腫れてる時って大体赤いか。そう、赤かったから薬は塗ってみた。配信の前にから治れーって感じ。まあでも公演までにはちょっとは収まっていてくれ。今日は年に1回みきちゃんから特別なメールの日です。お誕生日おめち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 。でもなんか公演までにね、冷やしておくとかそういうことした方がいいんだろうけど、なんかそういうめんどくさいことが好きじゃなくて。そう、やるべきではあると思うんだけど、ちょっとめんどくさいが勝ってしまう。ハッピーバーでは、ハッピーバー。仕事中にてもんで失礼します。月曜からぼーっとしてますね。今日3連休明けだからぼーっとしちゃうよね。ミキは3連休さ、毎日ありがたいことにお仕事があったので、あんまり特になんか3連休って感じもせず、普通にいつも通り過ごしてたけど、学校とかね、お仕事行ってる方は多分3連休を感じてるんじゃないかな。から今日しんどいよね。昨日公園から帰ってきたらすぐに寝てて配信見れなかった。それにしてもプレシャスかっこよすぎた。え、嬉しい。みんなプレシャス見てくれた？ミキはすぐ見たよ。すぐ遅、12時回った瞬間じゃないね。いや、あれ何時に見たかな。あ、でも12時50分ぐらいかな。お風呂入る前だったから。
嬉しい、プレシャス陽気でした、生で見れて光栄。こちらこそ見てくれて嬉しかった。ちょっとこれからプレシャス坂道を登っていけるように素敵な成長していきますので、ぜひ見てください、見ててください。3連休全部お仕事一緒や、あー一緒だね、おつお互いお互いおつ。3連休だったけど3連おたかつだったので、からおめぎゅうです。確かにミキが3連勤してたってことは3連おたかつできるってことだもんね。確かに、ありがとうね、ついてきてくれて。MC 先に見た、あミキも MC 見た、ちゃんとちゃんと MC 見た。なんか一人でお家で見てる感じ、なんかニヤニヤして見てる感じが、一人で家で見てるんだなって感じの見方だった。伝わる？プレシャス全員シンポジだね。そうだね、プレシャス初めてっての感じさせないの、すごすぎました、嬉しい。でも本当になんか自分でも久しぶりに緊張しなかった、多分めっちゃ練習したからかもしれないけど、わかんない、なんだろうね、プレシャス好きだからかな、なんか好きとか楽しいが勝ちすぎてあんま緊張しなかった。うん、珍しく。ミキティアンプレシャス劇場で見たかったな、まだ多分やるよ。まだ多分やるから見においで、いつでも。ミオミキが同じに行ったっていうのはしね、ウィーアーでもやっちゃってさ、時間がないでもやっちゃってね、次、あでも鉄男も、鉄男はあんまり一緒にやらないね、やらないね、やってないわ、全くやってないわ。時間がない声で楽しみ増えました、あ嬉しい、やったいっぱい遊びに来てね。3連休仕事頑張って、今日休みでご褒美にミキちゃんの配信見てます。お、ご褒美に慣れてるの嬉しいな、久しぶりにお名前見た。久しぶりちゃん、FC 岐阜の現場はスタジアムグルメに加えて弁当も出るって噂、本当？本当、お弁当食べた、夜ご飯にした、それ美味しかったです。ミッションなら頸椎がんの主演誰って言ってた、誰だと思いますか。一応ね、もちろん MC の内容だから決めてはいたんだけど、ね、もう今海外に行かれちゃったんですけど、青海ひなのさんっていうところでした。ところでした、いう予定でした。理由はやっぱり最近遅ばせながら体調を崩した時に DMM を見るのにハマりまして、何もすることないじゃんけど、なんかもういっぱい寝たし、もう寝ることもできないみたいな感じで、なんか映像見たいなと思って、なんかでミキはもうアイドルの映像しか興味がないから、基本ドラマも好きなんだけど、最近ドラマはもう見切ってたから、そうだから、あなんかアイドルの映像見たいなと思って、ずっといろんな YouTube もそれこそそうだけど見てて、ライブとかで DMM も見て、愛を君に愛を僕に公演をあんまり見てなかったの、ミキ多分ゲネとアナンの卒業の時に見たぐらいで、アナンの卒業の時はマジでアナンしか見てなかったから、もう本当にアナン以外見えないみたいな、あくしゃみですっていう時は大体出ないんだよね。そうアナンしか見てなかったから、そうだから実質ほぼ初めてみたいな。映像で見る
の初めてだったかな。でその体調崩した時に見て、なんやこれはみたいな、すごすぎてもう大惹かれ青海さんに大惹かれ、歌もダンスも表情も全部もうその三拍子が素晴らしすぎてもう大惹かれして、で好きすぎてパフォーマンスが、青海さん送る会みたいなやつ、なんか DMM ももちろん見たけどテーテも見たしそうめっちゃ見た、青海さんが出てるやつめっちゃ見た、 DMM で S 公演とかと、あとちょうどその時期青海さんのリードに恋してた時期なので、まあ今ももちろんしてるんですけど、だからそれをお話しようかなっていう予定だった。あのリール恋じゃないですかみたいな感じの MC をする予定だった。まあまたいつかお話します。劇場でプレシャス見たけどもう一度 DMM で見返します。ぜひ、やっぱ DMM の方がね至近距離で見れますからね、秋感じてる？ミキ感じてないんだけど全然なんか11月っていう数字を見るとあ秋来てるわと思うけど、さすがに気温が秋じゃなさすぎてちょっとついていけないこの数字にちょっとね暑すぎない？ミキもなんか無理やり長袖着てるって感じだもん今はね。今ね、夜になったらもう全然長袖でいいんだけど、今とか全然なんか半袖でもいけそうけど、帰りのことを考えて長袖着てるって感じ。ミッションの向かい風を切って聞きに行きたいちょっとあそこのアープリーズ低すぎてしんどい。なんかねミキの歌いやすさとしてはサビはめっちゃ歌いやすいの、めっちゃ動くじゃん。なんかそれこそミーアもそうだけど、詩人がミキ一番歌いやすいのね、歌一番声出るし一番歌いやすいんだけど、なんか動いてる方が声出るタイプだから、あープリーズってさもうほぼせいやせいせいせいしどえせいとどうっていうね、合ってるなんか動いてないじゃん、だからなんか力入れるところがなくてむずいむずいむずい、だからもうちょっとあの静かじゃないわ、動いてない場面でも声が綺麗に出せるように練習してきます。よりめっちゃ練習してたんだけどね、歌もだって歌は特に課題だね。頑張るもん。個人的にはリハの方がうまくできたかも、歌あんま良くないけど、そう、あでも次やれる時はね本番の方がうまく歌えたって言えるように頑張って練習します。すごい今日は初見さんが多いね、本当にありがとうございます。とってもプレシャスの衣装いいよね、かっこかわいい綺麗全部だ。ミキティアン8日の公演行くのでよろしくね。お8位は時間がないんだよね、待ってます。あお礼配信は今します今します。離さない、なかなか岐阜に来ることないと思うけど来年もたくさん岐阜に来てくれてるしね、行きたい。みおたも言ってたけど、そう高山とかね行く予定だったんだけどちょっといろいろ予定がつかなくて行けなかったので、普通にプライベートでも岐阜に遊びに行きたいなって思ってます。昨日の髪型は
イコールラブさんの佐々木舞香さん部屋です。右が勝負時にする髪型で周年とかもしてた、あれ。ここ最近だとプレシャス初披露の時と周年婚でやったかな。でもミキの勝負ヘアは期間によって変わっていくから。そう、え、全然最近やってないじゃんって思ったら多分大体変わってる。勝負ヘア変わってる。昔はたらし編み込みとか勝負ヘアだったし、あと初級だったらストレートとかね。そう、どんどん変わってんのよミキの勝負ヘア。あとスイカの多分時代もあったし、そうだから勝負ヘアは時々多分みんなミキに聞かないと、多分勝負の日一生やってこないからみんなから見てて、え、ミキちゃんなんかずっと勝負の日なくないみたいな。地味に多分変わってるから時々聞いて。合法だからプレシャスは間に1曲しかないから疲れがきそうですね。すごいです、ありがとうございます。え、そうね、もうミキね早着替えが怖すぎて、でももう超ダッシュで着替えたら、あのアップルの一旅でもう着替え終わってた。そうで、そっから準備してお水飲んだりしてちょっと見た目整えて出た。そうだからなんか息が上がったまま出たとかはない。もう超ダッシュで着替えた。え、嬉しい。今日暇なので教えないけど今ミヤのトレード申し込んできた。糸美希さんの財布ります。ぜひ12時まで、トレ出せるのかな。トレ出せる、あ、出しちゃダメ。申し込めるからよかったらみんなお友達とかも誘ってきてくれると嬉しいな。右ね、サーフな最近だっけの青海さんの笑顔が好き。あのなんかもう言葉に表せないの、素敵な笑顔。スピンミキティアンだよ、公演前なんでね。え、余裕で今夏だよって言われたら、あ、夏だよねってなる。朝晩冷え込んだらだもんね、だから長袖着るんだよね。あ、来週から寒くなる予報だって。なんかね、結構分厚めな服買ったのよこの前。そう、分厚めな服買って結構モコモコでまだ一回も着れてない。そう、このような気候なので着れてなくて、まあ、普通にお出かけもあんましてないっていうのもあるんだけど、でも本当はミオとリカと長島行った時にそれ着ようと思ったんだけど、そんな気候じゃなくて。全然ミキ上着着てたけど、上着結局手に持ってたし、そう、全然だから良かったねそれ着てかなくて。むしろ実はプレシャス初めて生で見たのですが思わず鳥肌立ちました。うん、嬉しい。ぜひもう2回目も3回目も見に来てね。水のナイプルのセリフのミキちゃんのセリフがいつ聞いても感動します。ありがとうございます。嬉しい。でもね、初日だけちょっとだけつっかえちゃって、初日以外は完璧に来てるのが結構自信持っていること。やっぱセリフってさ、もうなんていうの、もうなんていうの。セリフってもうなんかさ、なんか音があるわけじゃないしさ、なんか歌詞でもないからさ難しいじゃん。自分の好きなテンポで言っていいし、まあその枠に収まれば。だからなんか毎度緊張してる、毎度心臓ドキドキよ。毎度 MC で出る前に言ってから出てる、怖すぎて。セリフ本当に怖い、毎度ドキ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 してる。ミオタのエボリューションの練習には付き合ってあげたの。エボリューションだけじゃなくて全部の
言葉に付き合いましたよ。見たことのないエボリューション、ありのままにエボリューション全部練習した、一緒に。でもなんかミオタンと一緒に練習してるけど、ミキも多分あの番だったら絶対うまくできないから、すごいなって思います。高いからね音で、わりかし自分は低い音より高い音の方が得意なので、ちょっとミオタンと交代したいかも。ミオタン、あープリーズは低いからさ、低い多分音があの子どちらかというと得意だから、高いか低いかで言ったら、昨日の髪型似合いすぎて好きだな、嬉しい。やっぱ勝負ヘアだからかな。勝負ヘアだから嬉しい、ありがとね。いやミキ本当にあと1曲で制覇しちゃうんだねユニット。びっくりなんだけど、転生ね、あと転生だけ。みきちゃんおはよう、今日の公演東京から見に行きます。わあありがとう、うちはペンライト持っていく。お完璧やん、ありがとね、完璧完璧。古畑さんの赤色ハーフチー見た、もち見た、もち見たし即いいねした。え、青海さんのここが好き、テレレレレレテレレテンのところ、え、伝わる、これなんか横向いてさ、あれはどっちだ、下手向いてなんかこうやってやるフリあるじゃん。伝わる、あそこの時の笑顔の青海さんが好き。見すぎてめっちゃ細かい。遅刻するのは確実なんだけど申し込みいいのかな、気が引けてだと思ったけど目って書いてあるから違うよね。なんて読むんだけど、なんて読むんだけど、なんて読むんだろうかわかんないけど、全然いいよ、全然遅刻やないかいって見てるわけじゃないし、遅刻してでも劇場に行きたいなと思ってくれるのがすごく嬉しいからね。オープニングとか、オープニングっていうか頭曲もしかしたら見れないかもしれないじゃん、それでもなんか来れないけどみたいな、あの例えばめっちゃ大げさだけど強がり時計だけでも見たいからと思って来てくれるのめっちゃ嬉しいから、全然待ってるよ。ちょっと MC 長めに喋っとこうか。お知り合いが昨日の時間がない公演入って、初めて入って、おー祝、後半は自然と涙が出ていたと絶賛していたよ。確かになんかさ、初めはさなんかめっちゃ見せる系だけど、後半から急に結構感動とかも入ってくるよね。あ、長袖で劇場まだ暑いんだ、じゃあみんな生誕ティーちょうどいいんじゃない、生誕ティーよかったら来てね、たくさん。生誕ティーは結構目立つからね、見つけやすいんだ。ターリーは翼だけだの、ラストもすごい好き、もうあれはね、もうあれは殿堂入り。好きの殿堂入り。強く強くひたむきに、そう転生はね本当にシャッフル、この前みたいなユニットシャッフルをしないと、あの自分の折り目の合法座に出れないっていう非常事態が発生するので、そう転生は難しいんだよね。あそう、昨日の公演絶対見ようね見ようねの、あのなんていうの、
匂わせはプレシャスでした。プレシャス匂わせ。とがめてって言うんだ、初めて聞いたな。昨日公演参戦して、おいかがでしたか。でも S 公演は曲で言ったら圧倒的リノベ。リノベ、と流星かな。でもリノベが圧倒的に好きかな。次に流星です。そうだよね、今日18時間円だから余計ね、お仕事あったり学校あったりバイトがあったりする方はね厳しいんだろうね、きっと。でもなんとお仕事を頑張ってきたそこのみんなを癒します、この SK48 劇場に来たら。はい、そんなお仕事もの疲れも全部吹っ飛んじゃうぐらい私たちがパフォーマンスでみんなに幸せをお届けするので、ぜひ本日 SK48 劇場で待ってます。アイトミキちゃんもイベント終わってる。イベント終わって貢献ランキングをもうちょっとしたら読もうかなって思ってる、昨日のお続き。いやリノベ大好き。もう会えないかもしれないから加速していく。30分ぐらい遅刻していいならいいよ。いいよとか言って。30分ってどんなんだろう、頭曲やってユニットぐらいじゃない、言っても言っても頑張ったら思い出以上見れるみたいな感じじゃない。ウィアーだったらね、ミキ思い出以上が一番好きかな、この全部通して曲。そう、今日18時からなのだから、ぜひちょっと早いけど見てくれたら嬉しいです。じゃあそろそろ貢献ランキングお店しようかな。多分昨日も昨日の配信見れてない方もいるかもしれないから、1位から発表というか見せようかなって思います。すれながらかな、いさながらが一生好きです。わかるわかる。めっちゃわかる。てかすねながらさ、意外に渚の衣装合ってない。初めなんか渚の衣装ですねながらいるって聞いた時は、いやいやちょっとみたいな、ちょっとさすがに美しすぎないみたいな。ちょっと曲調変わっちゃうかもと思ったけど、意外とあの感じがまたいいみたいな。なんかリハで初めて劇場でやって衣装着てやるって着リハの時に、へいいやんってなった。やってる時は何も思わんかったけど、映像で家帰って見た時に、え意外と渚の衣装マッチしてないみたいな、いいよね。多分スネの本家がどの衣装か分かんないけど、多分全然違うじゃん渚と。意外と渚イケてるんだよね。青春グローイングは客席で見てたい。絶対楽しいから。ユナさんいる間にウィア出演実現するといいなって思ったさ。もしやれたら激アツじゃない？
ね、すれながらもさ結構回転が多いからさ、その回転でよりスカートがふわってなってめっちゃ綺麗。いや、わかる。その照明もね、暗いから衣装とのそのコンビネーションもいいのよ。わかる。みんなよく見てるね、素敵。じゃあ1位から、うわめっちゃごめんすっぴんで。めっちゃごめん。1位から10位の方です。みんな自分の名前見つけてね。みんな自分が何位ぐらいかわかるんかな。ありがとう。すごくすっぴんですが、ピース。すっぴんだし目も腫れてるし。じゃーん、ありがとう。とってももう写真は撮り済みなので、あとはツイッターにのツイートボタンを押すだけなので、12時ぐらいになったら、お昼ぐらいになったらツイートします。またまたありがとうツイート。じゃん、次11位から20位のみんな、とってもありがとう。ピース。どうしてもすっぴん感が否めない。どんなポーズしても無理だった。ありがとね、とってもありがとう。ネクスト21位から30位の皆さんです。ありがとね。ピース。ありがとう、とっても21位から30位の方です。次31位から40位の方です。じゃん、みんなとってもありがとね。じゃじゃじゃのじゃん。ピース。じゃん、ありがとう、とってもありがとうです。31位から40位でした。ありがとね。ミッションのチャームポイントは強いて言ってまつげ。強いて言って下まつげかな。まつげの中でも下まつげがチャームポイントです。あとはあるかな、なんかそんぐらい。そんぐらいかな。次41位から50位、なんか昼に近づいてるからさ気温上がってない、めっちゃ暑いんだけど。じゃーん、みんな見てくれてるかな、お仕事かな。じゃんじゃん、とてもありがとね。ありがとです。次半分来ました、半分来ましたよ。半分来たので水分補給します。でも今日雨って聞いたんだけど、ミキ全然晴れてない？そんなことない？ちょっとまだ外に出てないから分かんないんだけど、ミキは家にいる感じ晴れを感じてる。次
51位から60位の皆さんです。あ、夕方雨なんだ。でも毎日折りたたみ傘持ってる系女子だから任して。じゃーん、ピース。じゃーん。昨日より肌寒い感じある？あれかな、家の中が暑いんかなこれ。なんかミキんちね、あ、夏は暑いし冬は寒いね。めっちゃ普通のこと言ってる。なんか外より夏は家の方が暑いし、冬は外よりミキんちの方が寒い気がする。そんなことはないか。ありがとね。61位、パンパカパンパカパンパカパパン。61位から70位の皆さんです。ありがとうございます。今日は初見さんやらやらたくさんの方が覗きにやばい遊びに来てくれてますね。ありがとうございます。ピース。じゃん、ありがとね。なんかね、最近あんまお出かけをしてないせいか、お出かけしたい精神がすごくて、今日とか東京に行きたい。全然違うっていう。ありがとね。東京だったら特になんかしたいとかはない、遊びに行きたい。で京都は紅葉とか、あの何、景色を見に行きたいって感じ。次71位から80位の皆さんです。バッティングセンター行ったことないからいいね、行ってみたい。あ、嵐山方面いいね、いいいいいい、ベリーグーです、ベリーグベリーグ。じゃん、71位から80位の皆さんです。自分は名古屋に行きたいです。いつでも待ってるよ、いつでも名古屋にいるよ。確かにミキ大富豪ライブで久しぶりに関東行くわ。トーク会ぶりかな。そう、もうトーク会終わっちゃったからさ、あんまと、なんていうの、関東に行く機会なくて、そう悲しいです。もっと頻繁に関東に行きたいです。関東にも関西にも行きたい。高ラン系いいな、見切ったことないんだよ人生で。すごいっていうのは聞く。多分もう、あ、まだ早いか、ちょっとまだ行ったことないから分かんないけど、まだ早そう。高ラン系見切ね、愛知だと思ってなくて、2、3年前、去年か、去年に愛知ってことを把握しました。ピースじゃん、71位から80位の皆さんでした。ありがとう。あ、そうなんだ、あったかいからあんまり紅葉進んでないらしい。おい、高蘭系付近も行ったことないかな、多分トヨタの方、トヨタの方、あの中京大学の近くっていうのは知ってる。トヨタ。お、ここからは初めまして。昨日書きが間に合わなくて、配信終わった後居残りで書いてました、黙々と。異星人トンネル、知らない、初めて聞いた。じゃん、昨日出せなかった81位から90位の皆さんです。ありがとね。昨日配信が終わった後に書きました、もくもくと。伊勢神って言うんだ、うぃー。
全然違った。じゃん、ありがとね。とっても、御在所ロープウェイに行ってみ、なんか聞いたことあるかも、名前だけ。ありがとう、ピースピース。でもコーラン系人多すぎてやばいのは聞いたことある。人多すぎみたいな。次ラスト91から100位の皆さんです。じゃーん、みんな自分の名前は見つけられたかな。あ、東山動物園も行ってないな。てか動物園最後に行ったのいつ。全然記憶ない。こちら最後91位から100位の皆さんでした。キラ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 。じゃん、これで以上、お礼配信完走でございます。水族館行きたい、わかる。わかるわかるわかる。水族館、あ、水族館かな、今動物園がどっちがいいかなと思ったけど水族館行きたいわ。みんなとってもありがとうね、本当に。ここにもね、乗ってない方がたくさん応援してくださってるのも知ってるので、見てくれた、応援してくれた方すべてに感謝でございます。本当にありがとうね。1週間っていうね、結構イベントでは短い期間なのかな、わかんない。もうパレオやってからそのなんかイベントのなんかその期間がちょっとバグってるんだけど、そうパレオやったからちょっと短く感じたんですけど、みんなとねこの1週間毎日配信越しで会えてとても楽しかったです。ありがとね、とっても。またこれ後ほどツイッターに配信後載っけるので、ぜひ見逃した方も大丈夫です。ツイッターにちゃんと綺麗な写真が載るので。あ、イベント1週間が普通なんだ。もみきさん2週間やったからもうなんか1週間短く感じてる。いやそうなんだ、1週間が普通なんだ、すごいね。じゃあ2週間やったみきたち、そりゃ1週間も結構余裕に感じちゃうわ。え、暑い、本当にこの部屋が暑いんかな。あ、待って待って待って、ミキさ、このさ北海道のお土産7日までって言ってなかったっけ。7日って明日だよね、やばない。やばないやばない。7日やないかい。7日やないかい。これあっち持ってこう。じゃがポックルいつまで。危ない危ない、全然大丈夫だ。ジャガーポックル長いね、助かるわ。ジャガーポックルな長くて助かります。年明けても大丈夫っていうことで、このクッキーは何としてでも早めに食べなきゃいけないので、うーん、まあでもうーん明日食べようかな、7日だもんね、明日食べようかな、ここに置いといて明日食べよう。明日のね配信はね、お昼かな、
お昼かもしくは今日みたいに朝に配信するかな。お昼かも12時から1時かも、もしかしたら。最近まるちゃんのアイコンの方ちょいちょい見るけど可愛いよね。明日の予定は夜が詰まってるので12時から13時の予定で行きます。はいまたメールで送るかショールームのスケジュール出すかするね。お仕事休み、お昼休みを狙って12時から13時に配信しようかなと思います。はいショルームウィーク初日、行っちゃった見逃して泣いてますが、なんとかこれ以降見たいと思います。お、ショールームウィークしてね、毎日毎日見に来てね。お、8日公演入りますという声が多いですね。嬉しいですね。ちょっと遅刻するけどトレード持ち込む、嬉しい、涙嬉しくてガチで涙、ありがとう、めっちゃ嬉しい。絶対楽しい時間にしようね、一緒にみんなもよかったら今日トレード出てるのでぜひ、今日しかない、今しかない、この We are Growing Up セカンド公演でお待ちしてます。みんなが遊びに来てくれるのを待ってます、心からみんなで一緒に楽しい時間を過ごそうね。ダンスでドルフィン、え、ドルフィンってあれじゃん、ウザウのやつやん。何何何、来週末からトヨタの山奥でラリーやってるのに興味があれば。ああ、あれじゃん、ラリージャパンのラリーじゃない、ミキがココナさんとイベント行ったラリーじゃない。行きたいなんて、おいでな、おいでな、おいでな、みんなおいでな。じゃあ何、一曲歌って終わろうかな。でも何歌おう、何を歌おうかな。なんかありますか昨日は楽しい時間ありがとうございます。こちらこそ、こちらこそ、お見送りまで楽しい時間ありがとうね。何しよっかな、今日は特に気分がないのでみんなの何リクエストに合わせれるけど、どう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 、なんかあるかな。乃木坂さん歌ってないから、乃木坂さんでもある、昨日選抜発表してたから今パッて思いついた。ここだ、カラオケ、あた、何にしようかな、何にしよう、朝だからあんま声出なさそうだしあんまり声が出なくてもいけそうなやつないかな。
あ、君の名は希望とかいいんじゃない久しぶりに落ち着いてるし、落ち着いてこうまだ朝ではないね、昼だね、まあ、昼だから落ち着いてこうみんな君の名は希望にしようかな。落ち着いた曲調なのでみんなお昼休みに向けて落ち着いてこうではレッツラ君の名は希望。僕が君を初めて意識したのは去年の6月夏の服に着替えた頃、転がってきたボールを無視してたら僕が拾うまでコーチを見て待っていた。透明人間そう呼ばれてた。僕の存在気づいてくれたんだ。熱い雲の隙間に光が差してグラウンドの上僕にちゃんと影ができた。いつの日からか孤独に慣れていたけど僕が拒否してたこの世界は美しい。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たなときめきと出会いの場。君の名前は希望と今知った。わざと遠い場所から君を眺めた。だけど時々その姿を見失った。24時間心が空っぽで僕は一人では生きられなくなったんだ。孤独より居心地がいい。愛のそばで幸せを感じた。人の群れに逃げ込み紛れてても人生の意味を誰も教えてくれないだろう。悲しみの雨打たれて足元を見た。土のその上にそう確かに僕はいた。こんなに心が切なくなる恋ってあるんだね。キラキラと輝いている。同じ今日だって僕らの足跡は続いてる。君の名前は希望と今知った。もし君が振り向かなくてもその微笑みを僕は忘れない。どんな時も君がいることを信じてまっすぐ歩いて行こう。何にもわかっていない自分のことなんて。真実の叫びを聞こうさあ。こんなに誰かを恋しく
ときめきと出会いの場、君の名前は希望と今知った、希望とは明日の空、ショールームウィーク楽しんでるよーって、イエーイ、ありがとね、初見さんもたくさんありがとうございます。ぜひ今日のこの歌声が素敵だなと思った方、ぜひ本日伊藤美希さん SK48 劇場で We are growing up セカンド公演もしてるので、ぜひこの歌声を聴いてください。結構 We are growing up はね8人公演だよね、なので一人一人の声がよく聞こえるので、ぜひ劇場で待ってます。まだ間に合います。愛知ですよ、愛知の栄のサンシャイン栄 SK48 劇場で10期ちゃんと11期ちゃんという若々フレッシュちゃんたちで待ってます21歳ですけど21歳ですけど若々ちゃん待ってます。嘘、ミキちゃんの配信の歌ってるの聞くの初めて。あ、君の名希望がかな。ショールームウィークとかは、ショールームウィークじゃなくてもミキはねショールーム基本的に歌うの、歌うの、ん、歌ってますあ、はい、公演でこの曲は歌えません乃木坂さんの曲なので。 We are はすごく SKE の王道ゾーンの歌を歌ってますみんなが好きな曲をいっぱい歌ってます。愛知ほんと住みたいですわね。新潟も良いとこだけど愛知にも来てほしい。7日申し込みしました、嬉しい。7日はでも何公演何公演だろう、鉄なかな、いや分からんな今月っていうか今週から1週間公演が多くて何日にどの公演か分かっていない。かわいい、月に女の子が乗ってる。ではではでは、みんな後で劇場で会おうね。DMM とかでも会おうね。じゃあね。明日はお昼の12時から13時配信しようと思ってます。では。遅刻してきたあいつって思ってほしいの。睨んでほしい系タイプ？では。またまた会おうね、みんな。公演で会いましょう、嬉しい、待ってるね、全力で待ってる、楽しみに。ぜひみんなちょっとでも時間あるなと思ったら劇場に遊びに来てね。劇場でとってもルンルンで待ってるので、バイビー、またね。また明日ね、また後でね、バイビー。